スポーツコーナーでもお伝えしていますが、徳島ヴォルティスは J1 昇格を目指していますが、 J1 に上がると人気チームとともに大勢のサポーターが押しかけることが予想されます。昨日行われたガンバ大阪とのゲームから受け入れ面での課題を探りました。昨日対戦したガンバ大阪、日本代表のミッドフィールダー遠藤保仁選手らを擁し、 J1 でも優勝経験がある J リーグ屈指の人気チームです。ヴォルティスが J1 に昇格した場合、ホームゲームのたびに鹿島アントラーズ、浦和レッズといった人気チームのサポーターが大勢来場することが見込まれます。あちらの奥へ向かってください。スタジアム周辺の駐車場は満車、警備員が懸命に交通整理や誘導に当たっていますが、交通渋滞が発生しています。大阪からのバスに乗ったガンバサポーターが今やってきました。ガンバサポーターは昨日、大型のツアーバスやマイカーなどを利用してスタジアムに訪れました。このため課題となるのは駐車場の確保。昨日も普段の試合よりも臨時駐車場や警備員の数を増やすなどして対応しました。チケットをお持ちのお客様、最後尾はこちらとなっております。一方、スタジアム内は午前11時の開場前にもかかわらず長い長い列ができていました。ガンバ大阪強敵だと思います。まあそうですけど、ヴォルティスが勝つと思います。ガンバ大阪の遠藤が楽しみです。ヴォルティスが勝ってほしいけど、ガンバが勝つと思います。今日楽しみですね。はい。スタジアムは試合開始前から両チームのサポーターでごった返していました。ナルトポカリスエットスタジアムの観客席は J1 の基準である1万5000席を満たしています。しかし県によりますと、現在行われているスタジアムの改修工事は活断層の調査などのため、当初の計画よりも1年ほど遅れる見通しとなっています。ヴォルティスの今年の平均入場者数およそ4000人に対し、昨日集まった観客は8897人。スタジアム運営に携わるスタッフも普段とは違って大忙し。警察も普段より人数を増やし、警備体制を強化しました。バスで、はい、まあ言うてもまあ近くですからね、全然不安じゃないですよ、うん、スタジアム規模とか大きさとかもそんなに大きな差はないかなっていうふうに思いました、うん、一つちょっとトイレが少ないかなっていうふうには、女子トイレが案内がちょっと分かりにくかったかな、どこに並んだらいいのかっていうのが分かりづらかったので。今回の試合はヴォルティスの運営スタッフにとっても人気チームを迎えた際の良いシミュレーションになったようです。やはりまあ駐車場の体制であるとか、 JR さんに造血便を出していただくであるとか、まあ、そういう準備をした上で本日を迎えれたということは非常にありがたかったかなというふうに思っております。やはりまあいつもよりも大勢のお客様がおいでられたというふうなところで、至らぬ点とかちょっと行き届かなかった点はあったかとは思いますけれども、まだまだやっていけることはあろうかと思っておりますので、今後また努力してまいります。J1 に昇格した暁には、選手たちの頑張りのほか、スタジアムを運営するスタッフにも、これまで以上の努力が求められそうです。